さんどうもこんにちは、ファンディ&ユーポンです。はい、今回ですねクレーンゲームに行ってきました。でですね、新作的な感じのスクイーズがあったので10種類取ってきました。まあ、2種類しかないんですけどでね、ユーポンがめっちゃ欲しかった長いスクイーズです。で、袋がリアルです。長くてこちらです。今武器しか届かないこちらのね、あのチョコフランスパンと普通のフランスパンなんですけども、本当にこれリアルじゃない？ですね、こちらのスクイーズを撮った映像があるので、まずそちらからどうぞ。はい、ではね、まず最初にこちらのフランスパンのスクイーズを撮っていきます。意外と高反発だったね。じゃあ次ユーポンやっていきます。あ、いい。こんな感じでね、取ってきました。結構こっち苦戦したんですけども、まあ無事に取れてよかったです。取れる瞬間がね気持ちよかったです、本当にでちょっと開封していきましょう。あっ、いい匂いしてるよ。うわ、めっちゃリアルじゃない？ちょっと鼻詰まってきたわ。この袋からしてリアルよね。ここはね、袋の真ん中がクリアになってるのがいいよね。なんか、あれと思ったのが、結構低反発を期待してたんですけども、高反発だったんですね。やばほらってすごいちっちゃい子でも食べちゃうって。危ない。あの、裏はすごい、あの、雑というか、こう、スクイーズ感が出てますね。で、匂いが二つとも違って、チョコの方が匂いは結構強めです。はい、これさ、遠くから見たら絶対フランスパンに見えちゃうよね。手触り心地がすごいふかふかで高反発です。だから何でしょうと思うぐらいに、ほら、でもね、ほんとふわふわふかふかしてて、あの、ちょっとリアル感はあるね。弾力のいい感じがまたさらにいいのかなって思います。はい、続いてはこちらのフランスパンです。やっぱ匂いが違くて、こっちはザ・パンっていう感じの匂いがします。パン、あ、これも触り心地一緒です。さっきより柔らかいような気がする、ここだけ。うわー、気持ちいいこれ。はい、ということで今回この中塗りたいと思います。ぜひね、こちらクレーンゲームの方にいたので、ぜひゲットしてみてください。ではチャンネル登録よろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、LINELIVE、ミュージカリーの方もフォローよろぽんです。ではアッツポン。